桐山須山でした。はい、もう全然違う。何が桐山だよ。さあ、これが最後の選択肢になることを祈る。行くぜ、彼女の腕を掴む。何回やったことか。これガチで、もうマジだからね。あ、来たんじゃない、全然違くない。須山、いい加減にしてくれ。何度同じ過ちを繰り返せば気が済むんだ。それはこっちのセリフだよ。あ、僕は先生の目を見つめたまま静かに口を開いた。静かな須山の犯行。なんだと？僕の言葉を聞いた先生の表情が変わった。だから表情わからんのやって。どうせ僕がどの選択をしても責めるんだろう。満点をくれるつもりもないくせに。あんたこそ一体何がしたいんだ。ようやく喋ったかと思えば先生に向かって、なんだその態度は。待て、固まるな。先生頼むから固まらないでくれ。先生、おい先生、こんなことに何の意味があるんですか。何度繰り返したって結果は同じですよ。なんでそんな悲しいことを言うんだ。だってそうでしょ、これは全部僕の夢で妄想だから。人は過去には戻れない。どれだけ後悔したってやり直しなんて聞かないんですよ。やっぱこれは何を意味のわからないことを言ってるんだお前は。あの日、夕焼け色に染まる教室で僕は一人自分の席に座っていた。すぐ後ろの席にはさくらさんがいた。彼女は机に伏して寝たふりをしながら一人肩を震わせて泣いていた。僕は彼女に声をかけなかった。それが本当だったってわけか。気づかないふりをして家に帰った。翌日彼女はいなくなった。どうして声をかけなかったんですか。先生は僕の言葉にたじろぐ。いや、だって彼女は髪色も派手で遊んでそうだったし、僕なんかよりずっと人生を楽しんでるんだろうって、そうやって思い込みや偏見や判断したのか。だいたい何を話せばよかったんだよ。やっぱり先生は須山だよね。須山だったってことなんじゃないのこれは。僕は彼女とろくに会話すらしたことが何でもよかったんじゃないのか。何を話すのなんて重要じゃない。あの日彼女に声をかけてあげることに意味があったんじゃないのか。先生は伏し目がちになりながら額の汗を拭った。額はどこにあるんだ。僕みたいなのに声かけられても迷惑だろう。僕は彼の瞳から目をそらさらずに続ける。彼女にそう言われたのか。あ、これ同じこと言ってるよ。迷惑かどうか決めるのは彼女だ。あんたじゃない。先生から教わった言葉で僕は先生の心を傷つける。自分の心を傷つけるってことじゃん。彼が本音で話をするまで決してやめやしない。僕が動かなくたってきっと先生は他の誰かが、そうやって他人任せにして。それで彼女はどうなった。誰か一人でも彼女を助けようとしてくれる人はいたのか。うぅ、先生は低いうなり声を上げながら頭をかきむしる。うぅ、誰か入ってきて、うるさい。彼の怒りに同調するように周囲の窓ガラスが割れる。連動型の空間、そして血のついたカエル。俺が思い出すのはミュージアム。その破片が彼の体に突き刺さる。どれだけ僕を脅かそうとしても無駄だよ。もうあんたなんか怖くない。どうしてそうやって僕を責めるんだ。僕がカエル男だと思っていた。おぞましい怪物のような先生は自分なんでしょう。10年後の大人になった僕で。彼は悲しげな表情のまま僕の方を見つめていた。じゃあ
どうすればいいんだよ。どうすればよかったんだよ。そんなこと考えても仕方ないよ。あの日に戻ることもやり直すこともできやしないから、腹水盆に帰らず、後悔しながら生きていくしかないんだよ。そんなの辛すぎる。僕は席を立つと彼に背を向ける。待ってくれ。彼がすがるように僕を呼び止める。他人の人生に割って入って考えを否定して、自分の発言で他人の人生を左右してしまったことに、その責任が持てるのか。いやでも人を殺してしまう人を止めるっていう、誰かを助けるってことだったら、それは責任を持たなければならないんじゃないかって思うけどね。そんなことわからないよ。それでもずっと後悔しながら苦しみながら生きてきたから、もしご次があるんなら、その時はせめて後悔のないような選択を僕はしたい。まあだから今を大切に生きなさいよってことですよね。僕は彼を置いて屋上へ向かった。お！風は強く、ひどく冷たい。赤根空の中で彼女は一人屋上のフェンスに手をかけて立っていた。どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。彼女は僕の存在に気づいていないのか、ぼんやりと夕焼け空を眺めている。次の瞬間、さくらさんが正面を向いたまま背後へ小さく飛んだ。僕は桜さんの腕を力強く握った。ちょーめっちゃいいやんけーなー。ちょっと一回ハイデシメッセージしていい？ちょっと待って。いやめちゃくちゃいいよ。ちょっとスクショ撮っちゃう。あー待って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 飛ばしちゃった。ごめんな。ちょっと待ってくれ。ちょっと待とうな。ごめんなさい。めちゃくちゃ本当に申し訳ないです。サムネを撮ろうとしてね。サムネをね、もう、ちょっとごめん。足玉な、あのね、足玉なだよ、みたいな感じになっちゃって、ごめんな。サムネを撮ろうとしたんです。したら、変になっちゃった。ごめんなさい。もう普通にやります。桜さんの腕を力強く握った。その瞬間、落ちていくはずの彼女の体が、周りの景色が、静止する。てー、やっと取れたね。おーい！さくらさんは驚いた様子もなく、優しい表情のまま僕のことを見つめていた。しかしさ、時間かかったよね。めっちゃかかりました。はーい、何回もやり直してさ、赤点ばっかりだし、もう 30.5 回ぐらい取ったよ。あたし須山優等生だと思ってた。まあ、でも陰キャで優等生モテるんじゃない？ごめん。まあいいんだけどさ、須山さ、あれだよね、後悔してたわけだ。あの日私に声をかけられなかったこと、私を助けなかったこと、10年間もずっと、まるで片思いみたいだね。てかさ、私らってそんなに仲良かったっけ？てかさ、どうだよ、喋ったことないんだもんね、一度も。いや、一度か二度ぐらいしか話したことなかったと思う。だよね。君も暇だね。さくらさんは何事もないかのように僕に語りかける。もっと早くこの手を掴んでいれば、まあ後悔先に立たずですからな。僕はこうやって普通に彼女と会話することができたんだろうか、同じ時を過ごすことができたんだろうか。まあ同じ時は少し慣れてないっちゃことなんだろうけどね。大人になったさくらさんと生きている彼女と、まあでも須山がさ、
10年間ずーっと後悔してたってことはさ、その間何度も私のことを思い出したわけでしょ。それってつまりは、私は須山の中で10年間生き続けてたってことだよね。なんかさ、それってすっごい迷惑な話なんですけど、予想していなかった彼女の物言いに僕は少しだけ驚いた。だってさ、私は生きるのが嫌だったわけだし、そもそもこんなことお願いしてないしね。確かにこれほど迷惑な話はない。まあでも、でしょ。それでも掴んだ腕を離す気にはなれなかった。記憶の中だけでも少し救うことができたっていうのは救いになるのかな。でもさ、あれだよね、私らってつくづくそんな性格してるよね。もっと楽観的に物事を考えられたらさ、そしたらもっと楽しく生きられたのかもしれないね。さくらさんは寂しそうに笑った。さてと、ザーザーとした騒音が聞こえる。追試はこれでおしまいかな。次はテスト、本番だからね。言っとくけど、やり直しなんて聞かないから。いい？私のことはね、過去、昔の女なんかすっぱり忘れちゃってさ。君は今やりたいって思うことやってみなよ。後悔のないようにね。これ電車の音してるってことはさ、主人公もさ死のうとしてたってことなのかな。次第に彼女の姿が見えなくなっているのかな。分かった。最後に、セマ、ありがとね。彼女の優しい声と掴んだ腕の感触だけが残っていた。別れ際、彼女の手は確かに僕の腕を強く握り返してくれていた。おい、めちゃくちゃいい話じゃない？え、あ、凄まじいブレーキ音と線路に向かってゆっくりと落ちていく少女。それ救うことができたってことか。彼女のうつらな瞳は僕を捉えている。僕は彼女の腕を力強く引くと、え、そのまま二人、あ、駅のホームへ倒れ込んだ。ホームだよね、びっくりした。今度は助けることができたってことか。仕事が終わり、帰りの電車を待っていた僕の視界に、あ、ちゃんとそっか、仕事卒業して就職したんだね。近隣の高校の制服に身を包んだ女子生徒の姿が入った。彼女はうつろな目をしたまま駅のホームで立ちすくんでいた。なんとなく嫌な予感がした僕は彼女の元へ駆け寄った。もうでも同じ過ちは繰り返さなかったってことだもんね。彼女は僕に気がつかぬままふらふらと足を前へ進めていき、迫り来る電車に線路に向かって飛び込んだんだ。今回はね、ちゃんと間違った判断をせずに救うことができたってことじゃん。そう考えるとでも彼女の死は無駄じゃなかったのかなっていうふうに思ったりもするかもしんない。めちゃくちゃ長くない？大丈夫？どうしたん？どうしたん？なんで？ホームでへたりと座り込む彼女の肩が小刻みに震えていた。なんで余計なことしたの？やっと決心がついたのに、決心なんていらんのだよ。死ぬことにね、やっと勇気を出したのに。彼女は雪出しの感情を僕にぶつける。勇気も決心もいらないんだよ、死ぬことにな。僕はただ黙って彼女の目を見ていた。あなた誰ですか？あなたは私の何を知ってるんですか？何も知らないくせに人助けのつもりですか？視界が滲んで見えなくなっていく。何も知らないよ。何も知らないなら勝手なことしないでよ。私の人生なんだから、どうしようと私の自由。え、彼女の感情が怒りから動揺へと変わっていくのが分かった。ちょっと何泣いてるんですか？救えなかった彼女を代わりに救うことができたっていうのは、でも
それをやっていればよかったっていう後悔もあんのかもしんねえな。気がつくと僕の目からは止めどなく涙が流れていて、10年間抑えていた感情が涙とともに溢れ出てしまう。知らないに決まってる。だって何にも教えてくれなかったじゃないか。彼女はいつだってひょうひょうとしていて、悩みなんて何にもないように見えた。まあでもそういう人が一番抱え込んだりしてるからな。発散する方法も分からずに、彼女は誰にも自分のことを話そうとしなかった。話してくれなきゃ分かんないじゃないか。知らなかった。彼女が義理の父親に暴力を振るわれていたこと。あ、じゃ彼氏じゃなくて、そっか、父親 か。だから家にも帰れなかった。誰かに助けてほしくて、気にかけてほしいから、わざと派手な髪色にしていたこと。周りに勘違いされて距離を置かれる状況にずっと苦しんでいたこと。僕と同じ弱い人間だってこと。強い人間なんていないけどな。何の話をしているんですか、あなたは。まあでも重ねて、その彼女に重ねて助けることができたっていうのは、でもあと10年頑張ってみないか。は？10年頑張る。僕の言葉を聞いた彼女が再び怒りに震えた。私はもう十分頑張ったんだよ。それなのにまだ頑張れっていうの？君が何に苦しんでるのかは知らないし、僕の想像なんかよりずっと辛い環境にいるんだと思う。きっと君は今人生に絶望していて、これから先楽しいことなんて何にもないって、そう思ってるのかもしれない。だけどそんなことは絶対にないから。あの時勇気を出さなくてよかったって、勇気がなかったおかげで今があるんだなって、毎日が楽しいって思えるような、そんな未来が絶対に来るから。全部嘘だ。僕のこの10年間は後悔の連続で、楽しいことなんて何一つなかった。もし10年頑張ってみて、それでも何にも変わらなかったら、今よりもずっと辛いことをする、辛い思いをすることになってしまったら、その時は僕のところに文句を言いに来ればいい。謝るから。何ですかそれ。僕の情けない説得を聞いた彼女は、肩の力が抜けてしまったのか、その場に座り込んだままでいる。だから、ああもう分かりましたよ。分かったから泣かないでください。これだけ人の目があったらもう飛び降りないし、何よりあなたがそんなに泣いていたら、私が悪いことをしてるみたいじゃないですか。僕のしたことは間違ってるのかもしれない。ただの自己満足で、偽善で。彼女はこれから先、僕のせいでもっと傷つくことになるのかもしれない。でもそれでも、人の命を救うっていうのは、それだけ尊いことだと思うけどな。それでも、ありがとうございます。別れ際のさくらさんの言葉や姿が、目の前の彼女と重なって見えて、それだけで僕は救われたような気がした。いやー、完全にタイトル詐欺。あのカエルの画面からこのゲームが来るとは誰も予想できねえだろう。なんだこのゲーム、めちゃくちゃ褒めてるぞ。なんだこのゲーム、かっこめちゃくちゃ褒めてる。うわ、もう最高じゃねえかよ。いや、あのね、マジで今までやったゲームの中で、一番感動したかもしんない、もしかしたら。なんて言うんだろうな、なんか、その、何、救えなかったっていうのは、彼女ね。それはでも確かにバッドエンドではあるんだけど、未来で、ちゃんと、何、振り返ってさ、自分の過去、過ちを振り返って誰かの命を救うことができたなら、それは、全ての過ちではないと思うから。何を言ってんだ俺は。まあでも難しい問題だけどさ、でもいいと思う、いいと思うっていうか、誰もまあ
難しい状況だったと思うんだよ。夕暮れが差し込む放課後の教室、教壇に立ちうつむく僕、その隣には彼女が立っている。お、あ、教師になったのか結局。この10年間何度も夢で見た。なんてことない、とある日の記憶。絶対に誰にも言わないでくれ。言わないってば。てかこのやりとり何回目。誰もいない放課後の教室で黒板に落書きを書いた。すぐに消すつもりでいたんだが、不運にも彼女に目撃されてしまったんだ。須山、絵描くんだね。あれ、須山で合ってるよね、名前。あ、これあれか、彼女の教師っていうか、昔の記憶か。必死に黒板消しを持つ手を動かす僕とは、あ、僕とは対照的に、彼女はじっと黒板の絵を見つめていた。この、カエル男みたいなの？なんかのアニメのキャラクター？あ、いやー、オリジナルだけど。マジで？すごいじゃん！じゃあさ、この隅っこに書いてある可愛い女の子っぽいのは？この作品のヒロインかな？お前じゃい！このカエル男は正義の味方だけど、可愛い女の子しか助けないって設定で。何それ最低じゃん。このカエル、私のことも助けてくれたりするのかな？彼女が身を置く環境がどんなものか当時の僕は知らなかった。それでも彼女が孤独を抱えていて、助けを求めていることは誰の目からのも明らかだった。で、あたし可愛くないから無理かー。須山さ、漫画家志望だったりするの？まあ、一応。おー、漫画家。マジ？すごいじゃん！サインちょうだいよ、サイン。やだよ。ケチ。でも気づいてあげてたならなんかさ、でも難しいんだよな、実際の問題に直面するとさ、当事者にならないとわからないよね、その問題は。さくらさんは僕にとってただのクラスメイトで、特に仲がいいってわけでもなかった。それでも、僕の絵を褒めてくれたのは、さくらさんだけだったのかな。僕の夢を聞いて笑わなかったのは。彼女だけだったから。ん？どうした？僕は絵を消す目を止めると口を開く。他にもいろいろ描けるけど。お、二人で描きなや。お、なになに、乗り気か。目が覚めたら彼女には二度と会えないような気がした。だから僕はもう少しだけ、この夢が続けばいいと思った。悲しすぎ、おい、悲しすぎ、悲しすぎやって。おい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 、いろいろとでも考察ができそうな感じのゲームですね、これは。まあ考察ができそうっていうか、今でもさ、この主人公須山はさ、何なんだろう、普通に会社員として生活してる感じなのかな。でも一人の人間をさ、ちゃんと救うことができたっていうのは進歩だと思うんだよな。まあ、過去を後悔しても何も変わらないってことだよね。でも過去を後悔することで変えられることもあるってことだからね。めっちゃくちゃいい話。このタイトル、テスト返しのこのタイトルから全く連想されないこの話。はい、終わりましたね。いや、皆さんは
どうでしょうか。救うことができ、皆さんがもしこの立場だったら救うことができるのかできないのか。あ、そっか。そもそも皆さんは学校とか行ってたとしても話しかけられもしないし、こんな場面に遭遇しないもんな。はは、ま、俺もなんだけど。ありがとうございました。また別のね、何かしらのゲームでお会いしたいと思います。まあ、いろいろ考察とか感想とか書いてってくれると嬉しいです。はい、それではまた何かのゲームでお会いしましょう。さよなら。 Have a nice day. See you.